米女子、プロゴルフツアー HSBC 女子チャンピオンズ第2日、30日。シンガポール戦闘差 GC、シ渋野ひな子、22、イコールサントリーイコールは4バーディー。5ボギーの73で、通算5オーバーとし、66位で変わらず。55位から、出た畑岡那社、22、イコールはビームイコールは2バーディー。 に、ボギーの72でにオーバーのまま53位となった。69、の僕くひとしひ。68のパクヒオン、ともに、韓国が11アンダーで首位に並んだ。69人が、予選落ちなしで争う。部のひな子はこの日も最下位から2番目で、ブービー脱出はならなかった。あっという間に終わってしまった、感じ。 最後まで何もできず昨日と同じような内容と、ボギー選考の展開に唇を噛んだ。前半の18番ではアプローチが3メートルオーバーし、ボギー。1番で1.5メートルのパーパットがカップを蹴られた。3番ではラフからの2打目が、グリーンを大きく超えるミスもあった。その後、5番でバーディー。 最終9番で8メートルのバーディーを奪うと一瞬、驚いた表情からようやく笑みを浮かべた。今のところアンダーで回れる気がしないと珍しく、弱気なコメントが飛び出したが、明日も一つずつやるべきことをやって、良い内容のゴルフができたらいいと切り替えた。パー5でバーディーが2個取れたので、そこは初日より、 全身と収穫も上げた。少数精鋭のエリート大会で予選カットはない。残り2日。上だけを見て這い上がる。渋野日向子米ツアーで再開手前の66位30日。米女子ゴルフツアーの HSBC 女子世界選手権2日目がシンガポールの先頭差 GC で行われました。 今大会は69人が出場。予選落ちなしで行われ、日本勢は渋野日向子選手と畠岡奈社選手の2人が出場しています。初日にダブルボギーを叩くなど66位体と出遅れた渋野日向子選手。2日目も波に乗れず、途中まで5ボギーとボギーが先行。最終9番で、 ロングパットを沈め、この日4つ目のバーディーを奪うも、通算5オーバーで初日と同じ66位体で終えました。また、55位体からスタートした畑岡選手も2、バーディー、2ボギーの72と伸ばせず、通算2オーバーで53位体に終わっています。2日間を終えて、 通算11アンダーの僕ひとしひ選手とパクヒヨン選手ともに韓国が首位に立っています。渋野ひなこブービー脱せず66位。スコア落とし73アンダーで回れる気がしない66位から出た渋野ひなこ22イコールサントリーは4バーディー。5ボギーの73とスコアを落とし。 通算後オーバーで69人中66位と順位を上げられなかった。55位から出た畑岡那社、22イコールアビームもニバーディー。2ボギーの72と伸ばせず53位。通算11アンダーの首位には、僕ひとしひ、パク・インビ、32と、パク・ヒオン、33の韓国勢が並んだ。大会は69選手が、 予選落ちなしで争う。厳しい表情でプレーしていた渋野ひな子がやっと笑みを浮かべたのは、最終9番で約8メートルのバーディーパットを沈めた時だった。一時は通算7オーバーまでスコアを落とす苦しい展開。あっという間に終わってしまった感じ。最後まで何もできず、昨日と同じような内容でした。 下から2番目の順位から脱出することができなかった。出だしの10番でボギーが先行。18。1番で2メートル前後のパーパットを外して連続ボギー。3番ではラフからの第2打がフライアーし。グリーン奥のカートドーまでオーバーするなどボギーを叩いた。パーン率は約67%で、 パッド数は30。ショット。パッドともに噛み合わない展開に今のところアンダーで回れる気がしないと本音もこぼれる。それでも初日はバーディーのなかったパー5で。この日は2バーディーを奪った。そこに関しては全身と顔を上げ。やるべきことをしっかりやって。いい内容のゴルフができたらと。 残り36ホールを見据えた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。